はい、頑張ってください。ですね、最後、言い残したことあります？言葉では言えないから。来週プレゼントです。ありがとうございます。頑張ってください。はい、チーズ。皆さん、改めましてコーディです。こんばんは。みんなここ覚えてるかな。ここは僕たちが YouTube を始めた場所でもあるんだけど、うん、いや、何年ぶりに来たんだろう。こっち側はもうないけどさ、こっち側はまだ荷物がちょっとあって、なんかここに来るとちょっといろんな気持ちが湧いてくるよね。なんと今日は渡米前夜でございます。とうとうね、明日出発日で、ちょうどね、あ、ちょうど24時間後、今5時2分なんだけど、ちょうど24時間後に渡米します。まあ言うて場所を移すだけだからね、そんなに、うん、大したことではないんだけど、うん、やっとこの日が来たかって感じで。そう、今日はね、もう夕方なんだけど、まあ一日家にいて家族と過ごして、今から最後に家族とみんなでご飯を食べに行きたいと思います。そう、なんか俺すごい思ったんだけど、結構さ、その渡米前にやり残したことはなんかないっていう質問をすごいされるんだけど、正直やり残したことはそんなになくて、けどなんかすごい大切だなと思ったのは、なんか自分が大事だなとか大切だなって思ってる人と会う時間をしっかり作らないと、まあ俺はまださ、その向こうに行ってないから大したことは言えないんだけど、まあいつこっちに帰ってくるかさ、正確な日時も決めてないから、なんかその大切な人たちがずっと健康でいるとかあれ、そう、まあ自分が大切だなって思ってる人たちが、なんか何年も何年も、まあ、健康でいれるとか元気でいれるさ、保証とかってないから、まあここ1ヶ月は家族の時間ももちろん大切にして、で友達とか、まあ大事な人とか大切な人とか、大切な友達とか大事な友達とかに、なんかまあよくはないかもしれないけど、なんか寝る時間を削って、まあ、会いに行ってたから、まあ今は特にやり残したことはないかな。うん、 LA だったら近いけど、まあ早くてもまあ10時間ぐらいはかかるし、またそっから今はさらに隔離とかもあるからさ、だからまあまあいろいろ考えたんだけど、まあ何かあって多分後悔するのって、まあそのぐらいかなっていうのしか今は思いつかないかな。けどまあそんなこと考えててもしょうがないし、結局自分の健康もね、自分のチャレンジも、まあやるのも守るのも自分しかいないから、やっとだね。で、今日は最後に、今からみんな家族とみんなで最後ご飯、そう、しかも寿司をね用意してくれたから、まあそれをゆっくり食べながら、まあ最後の時間を過ごしていきたいと思います。今からご飯を食べに向かいたいと思います。めちゃめちゃ喉渇いてんだけど、何飲みたいの？何でもいい、何でもいいから一旦の飲み物が欲しい。最後に日本のコンビニのコーヒーを飲みたい。何がいい？ガブガブ飲める系。やばい、水？後ろです。あー、水でいいんだ。水？あー、やっぱ俺もコーヒーで。
いや、コーヒーって別に両方買ってくる。あ、いい、コーヒーだけで。コーヒーガブガブ飲めねえ。飲める。どうぞ買う。あ、じゃあ水で。チャンチャンチャン。あーたー、ちょっと水飲みたい。いただきます。行くか。どう、明日。明日何が？あ、留学行くの。明日渡米。兄貴が渡米するにあたって、今の気持ちは？いやー、普段通りだね、特に。まあ、っていうかそもそも一緒に住んでないしな、言うて。そうだね。逆に行ってからの方がなんか思うんじゃない？逆に何か質問ないの？逆に質問？質問、日本に思い残すことはないですか？いや、それね、あの、本当にみんなその質問するのね。ちょ、全員その質問するんだけど、で、この動画の前にちょっと話したのね、うん、けどなんかさ、まあ正直行くって言って、やり残したことは別にないんだよね。けど俺がさ、どのぐらいで帰ってくるかって分かんないじゃん。うん、で、帰ってきた時にさ、まあ友達とか、まあ、家族とかがさ、だから全員が健康とかさ、元気な状態でいれるって限らないから、だから人と会うことだけで、だから俺はその1ヶ月2ヶ月ぐらい結構それに徹してきたから、別に何も今残したことないかな。かっこいいこと言う。だから俺も気をつけて行ってくることぐらいかな、あっちでやることは。まあ今の気持ち的には結構やっぱりその前日っていうのもあって、まず入国っていう一個のハードルがあるからさ、そこでまだ不安があるけど、そのなんか今厳しい、コロナで余計に厳しくなってるから、だからまあ不安だね、一旦は。あっちでまあ 2,3 日過ごしたら、まあある程度生活の1週間とか過ごしたら基盤が出てできてくるから、まあ大丈夫だろうけど、最初はちょっと不安が大きいね。まあワクワクもあるけど、もちろん俺もなんか楽しみだな。なんかどんだけ英語力、語学力が上がって帰ってくるかはめちゃめちゃ楽しみ。まあまあまあ言って1年ってね、まあ1歳だからね。だからそんな、まあもちろんちゃんと勉強はするけど、期待せずにペラペラになって帰ってくるわ。自分で言っちゃってんじゃん。というわけでご飯迎えたいと思います。いかにか。うわ、寿司最高。はい、え、全部サバ、サビでいいよ。なんいいかな。なんかがいかない。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、頑張ってください。頑張ってね。頑張れ。最高。うん。たくさん食べた。いっぱい食べた。いっぱい食べた。アメリカガリないんじゃないか。ないのかな。けどありそうだけどね。だけどどうなんだろうね、今のその食文化。だってお母さんなんかが行った時はさ、ライスボールって言っておにぎりめっちゃ1000円とかそのぐらい高くて、基本高い日本の、あ、食事は高い、ご飯を食べようとしたら高い。ラーメンが2000円とか2500円とかそんなすんの。それそうだよね。やっぱ LA って広いから、東京みたい、都内みたいなんでしょ。都内府中みたい。独特だな。例えば、じゃあ大学とか高校とかそういうところが、いや、もっともっと遠いよ、全然。だから車が必要。高いところもないし。うん、そっか。美味しかったわ。美味しかった。食べた最後の寿司。明日の朝は何食べたい？鮭と卵と、あ、それいいね、納豆と、あ、鮭あるよね、ね、
鮭と納豆と卵とおにぎり。おにぎりね。おにぎり大好きだから。ただの白おにぎりにして海苔を別にすると。いらないって言ってたけど食べている。たらことね、自炊はするのかしらね。どうだろう、絶対すると思うけど。やった方がいいと思うよ、それも楽しみだよ。だって今までやってたじゃん。その設備があればね。設備は多分あるし、だけど炊飯器とかないから、本当佐藤のご飯みたいになってくると。あ、それで十分じゃん。佐藤のご飯がいいと思うよ。携帯がつないである、つながってるだけでも安心。じゃあ着いたらちゃんと連絡してね。もちろん。一番ね、一番お母さんに。大丈夫だよ、インスタで見てたの。ん？インスタですぐ見てるから。だからその前にフライト時間調べて逆算して電話するか、着いたってこっちからでもいいんだよね。そう。だ2時半とか、ね、夜中の2時半とか。絶対起きて電話します。3時ぐらい。いつも起きてる。最後言い残したことあります。僕に。言葉では言えないから。そうないじゃん。まあ頑張れね、本当。頑張れ。うん。さあ、あれで、まあ沖縄出てくるって大変だったの、昔は。簡単にさ、電話できなかったの。高いから。逆にさ、今アメリカだけど、話したけど、もう電話通じるんだから。本当それだけは安心。確かに。だって、お母さんなんかの時はコレクトコールでしか喋れないし、お金もないし、そういうのがあったしさ、自分が迷ってもさ、携帯なんて、アメリカでも LINE ってできるの？できるでしょ。できるの？じゃあただの電話。ただ。お？アメリカでも。ただです。だからさ、どうなの？今はただです。お茶くなった。すげえな。確かに今本当困ることあんまない。こういうことか。心配だけどまだ安心。でましてやさ、そういう仕事をしてるからさ。動画で見れるじゃん。いやだからなんか俺は多分発症してるからさ、みんなに会った気になってるけど、俺は全員何をしてるか知らない。そうだよね。そういうこと。逆の立場だからね。だからその逆に男の子なんかはさ、いちいちお母さんに LINE とか動画なんて送らないけど、お母さんはそういう YouTuber をやってるからこそ、いろいろ動画で見れるっていうのがまだ幸せ、安心。ルート66で寝袋持って横断するの。ハーレン。車は面白くないと思うな。車もあれか、寝るの。いや、けどなんかあれ、結構むずいらしくて。てか、なんか動物が大変です。途中が、あ、そうなんだ。動物に襲われるケースが多すぎて。じゃあ車で行くしかないじゃん。危ないじゃん。そう。バイクだと。そう。何が言ったんですか？バイソンとか、そういうの、オオカミみたいな。いや、アメリカに行くって決まってから、もうお父さんも行く気になっちゃって。じゃあバイクで行こうと思う。で、5人で、お母さんも免許持ってるでしょ。だから5人で、ハーレンで、みんなで行こうぜって言ってた。ああ、いいでしょ。持ってる。あ、もう、お母さん持ってるよ。え、なんで大型持ってるんだっけ。大型じゃない、中型。中型。大型取ればいいんだ。けどアメリカは、250cc 以上か以下の免許しかないから。250cc 以上だったら。あ、じゃあお母さん400だから取れ乗れる。あ、向こうで乗れるわけ。違うよ、250国際免許乗れるの。国際免許を取得すれば乗れる。乗せてあげる。これだけ行くってなったらもう自分の夢のようにさ。じゃあみんなで5人でルート66をハーレーで行くぜって。そうあのさ、1人とかあるじゃん、家族っていうのない。だこれもいいなってずっと話したの。言ってたの。小さい時に大きくなったらみんなでバイクをみんな免許取って走ったらいいなって。じゃあ行くか。ケーキ買っていこう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。プレゼントです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。いいですか、見て。いいよ、いろいろ調べたらって言ってね。これボールペン、シャーペン、シャーペンは最高。あら、ちょうどいい。今日テキスト買ったから。ちょうどいい。ちょうどいい。勉強しに行くわけだもんね。いや、そう。確かに。もう筆箱買わないと。じゃ帰りに買ってく？筆箱。うわ。筆箱ですか？全然かもしれない。最高じゃん。
やべえ、一番忘れてた。楽しい。ありがとうございます。一番大事なの忘れてた。確かに。めっちゃ嬉しい。どっち忘れてた。はい、ありがとうございます。すげえ。明日俺が日本を出るっていうから神様も泣いて、今雨降ってるわ。さっきもあれすげえ晴れてた、今日一日。というわけで今日はね、こんな渡米前最後の一日だったんだけど、今日もいい一日だったな。最後の日っていう感じがして最高だな。ほら行くのか、俺もやっとだな。本当に待ちに待ったって感じで、まあ感情的にはまあ寂しいっていうだけで、結局人に会えなくなるからね、友達とか家族とか。寂しいっていう感情だけで、あとはもちろん不安もあるし、あとはワクワクもう結構大きいけど、なんかやっとちょっと実感湧いてきた、うん、昨日まで全く実感なかったけど、今日になってやっと実感が湧いてきて、やっと俺行くのかって感じで。というわけでついに明日渡米します。なんかいいね、人生って感じするわ、うん、なんかこれをねシンプルにこの動画に収められてるのが俺はめちゃくちゃ嬉しいし、なんかこの今の感情とかこの気持ちってなかなかやっぱ味わえないというか、普通に生きてたらなかなか味わえない。これはいい感情なのか悪い感情なのかわからないけど、なんかそれも含めて俺は楽しいし、まあ結構逆境ではあるんだけど、なんかもちろん大きな壁がこれからたくさん出てきて、それをねいろんなステップアップを踏んでったら違う景色が絶対見えるなっていうのを今特に感じてるっていうか、いいね、人生って感じするわ。というわけでついに明日 LA に行くので、その様子もね撮っていきたいと思うので、まあどういう感情なのかとか、まあどういう過ごし方をするのかとか撮っていきたいと思うので、引き続き皆さんお楽しみに待っててください。バイ。